あ、うまい。うん。甘すぎないからね。黒ごまの味がしっかりしてて、香ばしい、なんかごま特有の香ばしい味が結構あって、それがこのソフトクリームの甘いものを緩和するというか中和するというか、ちょうどいい、なんか甘すぎず、うん、うまいね。これは大人の味だね。大人の味、 TBS で紹介されたの。うん、甘すぎない、でも甘い。そこのバランスが絶妙だね。甘いんだけど香ばしいみたいな。ちょっと、うん、うまい。TBS のどの番組かは知らない。TBS で紹介されたとしか書いてない。あ、一人がプレミアムホラー出す。手洗ってこないと。まあ、めんどくせえかな。手がやばいから、手洗ってくるわ。やばいな、これ食った後、これマスクしたくないな、これ。明日ね、ポンちゃんが、違う、2日、9月2日にポンちゃんとサラさんと俺で3人で樹海行くんで、明日ポンちゃんがビストロヌマップやるみたいだからまず行く前にポンちゃんちあつ集合で、あの肉じゃが作ってくれるんで、それ食べて、あとポンちゃんのね、手料理の手作りのね、あのお弁当を持って樹海でみんなで食べようかなと。ビストロヌマップとかな。また肉じゃが、そうだよ、だって俺食えなかったから肉じゃが作ってって言って、うん、復活してからポンコーノが勢いある。そうだね、確かに復活してからポンちゃんのが今勢いあるだろうな。俺だってさ、なんかもうマンネリしちゃってるからね、配信がね、うん、いや俺の車で行くよ。マンネリっていうか、なんていうの、何もやってないからね、あんまし基本。いやJK の配信から来てから、おっさんきつーだって。はぁ、
JK の配信見てる、おめえのがきついよバーカアホ。ねえ、何言ってんのお前、 JK の配信見てるお前の方がきついわ、うん、変態野郎が死ねえや、ゴニがロリコン変態野郎がや、うん、お前あれだろ、斎藤さんでさね、斎藤さんやって相手が男だったら速攻切るタイプだろお前。お前わかんねえ、お前、うんうん、あー行かないとな。あ、そういえば知ってます皆さん、今日なんかねあれらしいよ。あ、豊島園あるじゃん、豊島園って何県だっけ、あれがねなんか90年ぐらい続いたらしいんですけど、あれ今日なくなるらしいよ。閉園って言うんでしたっけ、通らしいよ、知ってる、90年ぐらいの歴史らしいですよ。練馬区か都内からしいよ、うん、いやなんかニコニコの公式でやってた、ニコニコの公式でニコニコ運営がやってたよ、豊島園閉園って書いてあって、ええー、と思って、もう多分一度も行ったことないけど豊島園自体は知ってる、名前は聞いたことありますよ。豊島園行ってみようって行かないよ、行って何なんだよ、だってしかも都内コロナ怖いしさ、しかもどうせ配信とかもできないだろうし、90年ぐらいらしいからね。あ、皆さんディズニーランド知ってる？ディズニーランドってウォルト・ディズニーっていう人物が作ったのって知ってた？俺この前知ったウォルト・ディズニーって人がディズニーランド作ったって俺この前初めて知ったよ、つい最近ですよ、うん、アンチ作るの趣味なの？あー、それちょっとあるかもね、うん、アンチね、作るの趣味っていうか、なんて言うんだろう、でもさ、人って叩かれて伸びたりするやん、うん、なんだろう、なんかさ、もうふわっちのさ、ふわっちで例えば金投げてくれるリスナーがいてさ、もうその人たちにチヤホヤされてね、クソつまんない配信なのにただ金投げてくれて大金稼いで、でなんかこう応援してるよとかっていうなんか感じで言われて、でも結局中身、配信の中身見たらなんか何にもしてないみたいな、そんなのって何もないじゃん、そんな何も残んないじゃん、お金稼ぐ、お金は残るけどなんかなっていう、やっぱね、叩かれないとね、あるし、叩かれないと伸びないっていうのもあると思うよ、人って。まあね、まあ、例えば人になんか物を教えるときもね、結構厳しく言ったりするじゃないですか、その厳しさとね、まあちょっと違いますけどね、まあ幽遊白書じゃないけど、めちゃめちゃね、優しい人たちが不意に見せた厳しさとかではないですけど、うん、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさとかではない、まあ、アンチって純粋なただの厳しさでしかないんですけど、まあでも同じ厳しさってところは一緒なので、うん、あれ、
税金納めてもらわないと。漫画が教えてくれた。いや、漫画ってでも結構ね、漫画から学ぶこととかもいっぱいあるよ。本当に誘惑とかすごい深いよな。誘惑とかもすっごい深いんだよね。いや、あれは深いですよ。まあ、例えば俺のね、好きなねシーンがあるんですけど、誘惑の、まあ、限界で、まあ、誘惑してる人しか分かんないと思うけど、まあ、ユウスケっていう主人公がいて、その最初師匠だったんですよ、限界っていうのね。限界者っていうのがいて、それは最初なんかユウスケより全然強かったんですけど、最終的にそのユウスケがあの魔族に覚醒して、でそれでなんかもうその限界者の、ね、力をね大きく上回ってしまったで魔界に行くとか言い出したんですよ。でその時にね言うんですよ、なんか周りからはなんかもうお前は人間じゃないみたいな、お前はもう魔族だから人間じゃないみたいな、なんかそういう目で見られたりするんですよ。で今まで仲間だった人たちもなんかそういう目で見るようなあのやつらも出てきて、な仲間というか、まあ、仲間は結構そんな感じじゃないんだけど、なんか仲間の周りのやつというか、なんかね、人はね人はそれぞれ壊せるものを持ってるってね、それがおもちゃだったり、ね、人によって違うけど、おもちゃ、例えばおもちゃだったり、こう人だったり国だったりとかね、人によってその壊せるものの大きさが違う。また要するに、おもちゃとかは小さいお子さんでも壊せるじゃないですか。ちっちゃい赤ちゃんでも壊せる。でも人を殺したりとかね、その国を壊したりとかっていうのはもう本当権力者にしかできないじゃないですか。でも人ってものは何かしら自分で壊せるものを持ってるみたいなことを言う。でお前はそれが人よりでかい、ただそれだけだって言うんです。俺深いなと思って。お前はだからその人が壊せるもの、人はそれぞれ壊せるものを持ってるけど、お前はただそれが壊せるものが他の人よりでかい、ただそれだけだって、まあ、要するにユウスケ目線で考えてくれたんですよ。ユウスケからしたらね、ユウスケからしたらただ他にだってさ、なんかむしゃくしとってむしゃくしゃしてなんか壊したりすることもあるんだけど、それがユウスケがすごい力を持ってしまったから、だからなんか別に人よりそれがユウスケからしたらでかいだけで、で子供がね、あのおもちゃ壊せるのとそれを変わらないみたいな言い方するんですよ。子供がおもちゃ壊すのと変わんないと、ユウスケ目線で見たら、それがすごいでかいなと。でそれがね、あのこの現実世界となんかこのその漫画の世界両方なんかこうなんていうのリンクさせてなんか言ってるところがまた深いなと、その世界観というか非常に深いなと思います。ポンとさだ乗れんの、いや、あの掃除してないんでこれ乗れないです、一人乗り用で。だからね、明日片付けます。あの2日に行くんで明日片付ける。明日片付け配信多分やると思う、車片付け配信。そうなんだよね。多分ニコ生かな、あとさ、ワンピースってすげえなんか曲に恵まれてると思わない？ We Are とかさ、あとあのフォルダー5の Believe とか、ワンピースってめちゃめちゃなんか神曲っていうか曲に恵まれてるよね。で俺その時は思ったんすよ。We Are とかね、Believe とか神曲じゃないですか、いい曲じゃないですか。でもドラゴンボールってすごいね名作なんだけど、意外とそんないい曲なくない？意外とっていうか、あんまりなんかその Believe とか We Are ほど神曲っていう感じしないじゃん。で俺そこ思ったんすよ、思ったの。あのね、だからね、ワンピースって結構なんか人の心をなんかこう掴むのがうまいっていうか、なんか自分のなんかこうちゃんとしたなんか本人の
なんか主人公たちとか、てなんかキャラのなんかちゃんとしたなんかこう意思を持ってる、純然たるその人たちの意思だったり、なんか気持ちだったり、そういうものがなんかこうすごい感動的な感じで描かれてるから、それをあのこう歌にこう、なんだろう、歌にした時にすごいなんか書き、なんかいい曲を書きやすいのかなみたいな、わかる？そう、なんかやっぱりそのワンピースの世界観がすごいなんか歌にした時に人を感動を与えるような歌詞をこう書きやすい感じ、あのほらやっぱ 曲となんかリンクさせてるじゃん、その物語を。でその時ドラゴンボールってやっぱさ、なんかあんまりなんかちゃんとしたそこにストーリーという、ストーリーはちゃんとあるんだけど、そこになんか本人たちの意思みたいなものがあまりこう、なんていうの、なんかこう人の人情がある物語というより基本的にはバトル漫画になっちゃってるから、純粋な、そうそうそう、だからね、あ、なんかそのドラゴンボールの世界観であれですよね、こうなんか人の心をつかむような歌詞ってやっぱ難しいのかなって、ちょっとはちゃめちゃな感じのなんか歌だからね、We Are とか Believe とかね、すごい歌詞めちゃめちゃいいじゃないですか。ほんとワンピースの世界観を描いてるっていう。で、ワンピースがすごいなんかそういう世界観を、なんかあるから、なんかこう人の気持ちだったり人情だったりみたいなね。それを歌詞にした時にいい曲になるのかなと思って。うまくね、こう曲にした時にうまくいい感じになるというか、って思いました。これ録画じゃないですよ。生放送です。おし、じゃあちょっともう税務署行ってくるかな。一応ね、あのね、均等割り7万円を払いに行こうかなと、県庁事務所と役場に。それとは別にね、ちょっと個人的なあの税金滞納してる10万円分も払ってこようかなと、まあ、じゃあ17万ぐらい今日納めてこようかなと思ってんだけど、よし行くか。そしたらちょっと行ってきますわ。じゃあ皆さんお疲れ様です。ちょっとね、俺行ってくるんで、ちょっとこれから税務署と県庁事務所と役場に行かないといけないんで、はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。おつおつ。あの、よろしければね、ニコニココミュニティ、ニコニコアカウント、ツイッターアカウントフォローしてください。お疲れ様でした。